そう一人だけ。えのきさんなんですけど、はい、実はこの間お伺いしたんですけれど、はいはい、実は今石さん の、 あのテレビシリーズ初監督作品天元突破グレンラガンが大好きだと。そうなんですよ。いや実はこの声優になった理由が、はい、そもそもグレン・ラガンきっかけなので。おて若いなって。若いっすね。若いですか。というかいくつ。僕27ですけど。27で10年前。17、16、17ぐらい。そうですね。10年前じゃないですよね。確か2007年ぐらいですよね。2007年、ね、8年前8年くらい。そうそう、その時学生時代。大学生でしたね。大学生時代、はい、あなるほど。ストーリー、そっか。いや、いや恐ろしい、ね、恐ろしい、ね、そんな経ったんだっていう。いやまさか、ね、こんな関われるとは思ってませんでした。そのスタッフさんたちと当時の。でも感慨深い。初めてじゃないですか、今石さんそのグレン・ラガン見て声優に、うん、あそうね、なりましたって。本当ですか。聞いたの僕は初めてですけどね。そう、声優さんでそんな話聞いたの初めて、ね、相当ヘビーユーザーでしたよ。ああ当時から。おお、ヘビーユーザー。劇場もちゃんと見に、劇場も見ましたし、相当なんか声優になる前に、うん、あの柿原さんの声真似してました。ちょっと一声もらえません？ハニキ。あじゃなくハっていうんだ。やっぱりハなの。ハニキは死んだ、もういない。ずっとやってました友達と。確かに1回や2回じゃない感じが伝わってきましたね。いやもうこなれ感が出る。こなれ感がすごかった。穴を掘るならってやってました。穴を掘るなら好きなんですよね。大好き。まあんま言えないんですけど、僕のアドレス、はい、穴を掘るならうにゃ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 っていうアドレスですから。うにゃにゃは秘密です。全部言っちゃうとね、そうそう、メール来ちゃうんだよ。来ちゃうね。すごい。穴を掘るなら大学生の時から使ってるアドレスですね。あ、それ今でもそう。今でもそう。嬉しいですよ。